練習32、同意に対する考えとして最も良いものを一つ選びなさい。コテ・タトラヒキシ、トラヒキシの有名な指摘に各種バカでなければならないというのがあるのが、頭が良い人は新しい研究を始めようと思っても、その前頭にある困難さや障害や行き止まりが見えてしまう。そこで成果の上がるはずがない。研究などでやる気がなれない。しかし手前からはどう見ても行き埋まりになっているはずの道で、そのまで行くと右へ向くと道がついているのを発言したりするように、どんな賢い人間でもやってみなければわからないね、ところが多いものだ。頭が良い人の幼少力は新しい研究をする上で様だけとなるからである。練習33、問いに対する考えとして最も良いものを一つ選びなさい。昼には2つ頭がある。悪玉ヒロと善玉ヒロである。疲れていると作業の能力は低下し、気持ちはイラ立ってい る, 疲れがたまれ食欲不意に睡眠不足になり引いては病的状況にあらゆることがある。これがヒーローの安宅である誘因である。今日の省力化や機械化の産業環境は悪玉ヒーローから逃れて方策として生まれてきたものと言える。ところが高度や機械化され、会社では人間の感情を動くのない産業に上場し、精神的な緊張だけを求められる労働状況に置かれている。そのために精神的なヒーローが主役としてスポットライトを浴びるようになってきた。筋肉労働家の中心であった頃には筋肉のヒーローが主役であったが、今日では
精神のヒーローに主役が交代したのである。ヒーローがいつの時代にも姿や型を得て同情してくるのである。精神のヒーローには主役が絶対にしたのはなぜか機械化のように単純で動きの小さな産業が中心になって筋肉のヒーローが減ったからである。